はい、えっ、ー、と、こんにちは。えっ、ー、と、情報の教養学の第。秋学期は第二回目ですね。第二回目の、えっ、ー、と、講演となります。 今週はあなたの知らないシステムの世界という話になりますけれど、えー、とアクロークエストテクノロジーの斎藤、ね、さんに講演いただきますが皆さんはです、ね、前回です、ね、ユーザーインターフェースということで、まあ、前回、ね、参加された方はユーザーインターフェースとかです、ね、インターフェースという意味で目に見えたものばっかりをずっと見てきましたけれどいわゆるシステムというかものはです、ね、裏側のものがきちんとしていないと何もできない何もならない。 ということで,ですね。あの、この知らないシステムと、ラッカーどうなっているのか、まあ、そういうのを垣間見るような講演になるかと思いますが。えっ、ー、と、どうぞ、えっ、ー、と、お聞きください。では、すみません、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。こんにちは。ちはえっと、ということで、ご紹介いただきました、アクロクエソテクノロジーの斉藤と言います。よろしくお願いします。えー、っと、皆さん。どこから通ってます、今日。私は、あの、じ、家があの、菊名なんで、東横線で、ずっと来れるんですけど。 もっっと遠いいぞって人います埼玉県から来てるとか千葉からとかで遠い人は今日多分あのこの後天気心配ですよね台風だんだん近づいてきてこのままみたいに電車止まっちゃったらどうしようとかでそういう時皆さんどうしますかねあれ天気心配だぞって時はいあなたどうする天気予報を見るどうやって、えー、ネットとかネットで天気予報を見るいつも見てるサイトがあるいやそんなにないですけど検索はいそうです検索しますね 検索するって皆さん、コンピューターの画面からポンポンと叩いて、そのまま結果が出てくるから、自分のコンピューターとその結果だけっていう関係になってるかもしれないですけど、当然その後ろにはコンピューターのシステム、ネットワーク、いろんなものがつながってます。今日はそんな話をちょっとしていこうかなということで、えー、皆さんが知ってるシステムのその先にある世界をお話ししたい、伝えたいと思ってます。で達成目標としてですねこれ、私の個人的な達成目標です。 コンピュータシステムって身近なものだったなと、システム作るってことはもしかしたら自分たちも身近な仕事だな、面白い仕事なのかもしれないと、そういう感想が皆さんの中から出てくれば、私は勝利というふうに考えております。と言っちゃいましたが、皆さんの中でコンピュータシステム、プログラム作ったことある人ってどれぐらいいます作ったことあるそうかな、お一人、二人、三人、四人、少数派ですよね。 でも実は皆さん簡単に作れるんですよって話もちょっとだけやってあとはその後システムを作ってる人ってそもそもどういう人たちなのかなっていう話もしながらコンピューターシステム身近だということに話を持っていきたいなと思ってますで、えー、お話の内容はこんな感じですコンピューターシステムとはとでシステムを作る人、えー、IT エンジニアが働く場所ということで話していきますでその話をする私の自己紹介なんですが斎、えー、藤隆太郎と言います 働いている会社はアクロクエストテクノロジー東大の教育学部、高一科学科、高一システム文化って長い学科名なんですが長いんで走りました。で、仕事としてはですね、SE やってます。通信回線の管理システムからいろんなこんなシステムを作ってきて、その後これ、ポイントですね、社内開発のプロセス、システムってこうやって作った方が効率がいいよとか、品質が良くなるよっていうことを社内向けに取り組んだり、あとは対外的な教育、他社の研修に講師,講師として参加したり。 あとはこういった大学での講義を呼ば呼んでいただいてお話をさせてもらったりといったこともやってます。で、品質保証という役割。バグがない状態でシステムを作り上げると。そのための活動をしています。まあ、こんなことをやってる斉藤がどんな話をするかというと、まずコンピュータシステムとと。いきなりでかい絵出してますが。そもそもシステムって何だろうというところが入ると思うんです。で、ここから入るのは私自身がですね、大学時代にシステム論というものをちょうど先行させてもらってたんで、 まあそこからちょっと大学なんで大学っぽい話から入ろうかなと思ってそもそもシステムとは相互作用する複数の要素で構成されるまとまりや仕組みの全体ですと、うん、こんな眠くなる話をされるために聞きに来たんじゃないと思うかもしれませんがちょっと我慢してくださいねシステムっていうのは結局こういった要素いくつもの要素がお互いに作用作用作用しながらやってるこのまとまり全体環境も含めてこれ全体システムと呼ぶわけですよねだからこれからお話しするコンピューターシステムって言ってても 結局は一つ一つの要素があってそれが何かの関わりを持ち合いながらその結果を皆さんに提供してるんだとそういう何段階かに分けて分割していけば大体いい見えてくるよという話をこの後していきますでシステムコンピューターの前に例えばエコシステム生態系これはいろんな登場人物が環境の中にいてお互い食う食われるあるいは栄養を提供するそういった中でつながりを持って全体としてぐるぐる回っていく 全体ととしてての生態系というものを作ってます。これをシステムの一つです。あるいはソーラーシステム。太陽系。お互い衛星、惑星。まあ最初は恒星から来なきゃおかしいか太陽という恒星があって、そこに惑星がいて。お互い引力で引き合っているからぐるぐる回れるんですよね。で回っているそのままえ惑星の周りに衛星がいてぐるぐる回るで。それらがさらに集まって銀河系って大きな形になっているけれども、結局一つ一つを見ていけば、まあ、 アインシュタインがいろいろ考えた理論通りに、もともとは別に彼が理論を作っただけでルールを決めたわけじゃないけれども、そういったルール通りにお互い引き合っていることでぐるぐる回って大きなものが動いている。で、コンピュータシステムも結局は一個一個の関係っていうのは単純なものが積み重なって複雑そうに見えるものが動いている。なので、あまり遠い世界だとか分かんないものだと思わないで話に入ってきてほしいなと思っています。 で、出てくるコンピュータシステムなんですが、まあ、よくこんな図見ますよね、えー。ユーザーがいて、ネットがあって、サーバーがずるずる回っててということがありますが、結局これらもお互いに関係を持ってつながっているだけというものなんです。例えば、こんなところにシステムがありますよということで、これ知ってる人います ?Google グラス、見たことあるよって人。あるある。持ってるって人。いないか、それいないね。この授業にかけてきたらどうしようかと思ったんだけどね。 うん、あスカウターって今声聞こえたね。その通りです。スカウターになってるやつです。スカウターってこれ流せるのかなまあいいや。えっ、ー、と、これシステムなんですよ。でっかいシステム。しかもこれと同じシステムです。ああ使い方これですね。こうやって、本当スカウターだね。目の上にポンと置いて。で、これバラすとこうなってて。で、置き換えるとこれと同じものですよという話をします。わかりますまずパソコンがあって、 パソコン本体と対応するものがこのパーツですね。それから、キーボードの代わりにタッチセンサーがこうついてます。それから、えー、次。ヘッドセットのイヤホンとマイクに当たる部分というのをちゃんとついてますね。ウェブカメラに相当するものがちゃんとカメラついてるんですね。はい。で、プロジェクター、ついてます。最後。スクリーンどこにあるか。見つかりますこの画面の中でスクリーンありますかね。 素晴らしいその通り脳膜に直接カメラから映している。なので全体をまとめると結局これはプレゼンシステムのネットワークになっているんだよと。素晴らしいですね。そうですねあのスクリーンも人間の目も含めて考えれば全体が一つのシステムになっているっていうのがこの Google グラスです。ほらこんな身近に小さなところにもシステムで組み上がっている。 じゃあ皆さんのもう一つ身近なところで言えばスマートフォン。まあ、これちょっと単純にやっちゃいますね。ハードウェアがあって、その中にはカメラ、ディスプレイいろんなものがついている。それからソフトウェアっていうものがあって、OS とアプリケーションがずらずらずらと何千個もあると。で、これらが共同して動くことで、一つのスマートフォンという便利なシステムを作っている。こんな感じでシステムってどこにでもあるんですね。じゃあ皆さんが使っているインターネットのサービス。これだって、 皆さんは単純に両側だけを意識しているかもしれないけれども、間に例えば、スマートフォンから電波を飛ばしてインターネットを経由してツイッターのサーバーに行ったり、Google のサイトに行ったりするわけですよね。さらに、このそれぞれもネットワークがあるんです。知ってますよね、この辺は。例えば、無線の場合、こういったいろんな無線の基地局っていうものから、この大きな交換機っていうところまで電波を飛ばして、 この電波が飛ばされたここからさらにネットワークを通じていろんなサーバーにつながっていくという仕掛けになっています。うん、ここまではある程度知ってるかもしれない。この先にもシステムがあります。この基地局ってやつですね、2013年3月の,あの統計データを持ってくるとですね、3GLT 足して全キャリアで38万あるそうなんですね。PHS だけでも12万残ってるんですね。じゃあ合計50万があるこれらが、どっかでも故障してしまうと。 そのエリアでで通話できなくなくりますじゃあどこでもつながるとかよくつながるとかっていう CM やってる人たちはどうやってこれをキープしてるんだろうかここにもう一つシステム作ります監視し設備監視のシステムこれが今度は皆さんが使ってるシステムをさらに支えるシステムというやつの存在でこんな感じでネットワーク今どうなってるかどっかでトラブル起きてないかっていうのを見張るシステムを作って、えー、リアルタイムで トラブルが起きた場所があれば、そこの部品を交換に行くとか、そういうことをひた,通り、えー、ひたすら毎日毎日続けることで、皆さんはこの裏側のことは気にせずに、毎日のようにネットワークを使える。次、今度、ネットワークそのもの、ここに何があるか、こんなものが例えばあります。これ分かりますかね、何だか。何の絵だと思います世界地図の一部。 そうね、世界地図の一部日本とアメリカ、うん、もうちょっとネットワークのとこ,こここ回転の光ケーブル世界この上に乗っかってるのがですねこれ拡大してあるから大きく見えるけど本当細いですよ中の細い線だけで日本とアメリカの間のサーバーの中のサーバーと日本とやり取りするようなネットワーク全部つな,がつながってますでこれが 本当はもうちょっと何本も引っ張ってあるんだけれども、これ簡略して書いてますが、ずーっと海底を走って繋がってるんですね。これで世界中とネットワーク繋がってます。で、ここにもさらにもう一つネットワーク、システムが乗っかってます。何のためのシステムだと思いますここにどんなシステムが必要でしょうかテーブルの切れたりとかした時に、素晴らしいね。今日皆さんよく知ってんね。 はい、海底ケーブル監視するシステムがあって、えー、なぜ切れるか、結構、サメがかじります。いや、これ、本当にですねあの、海底ケーブル、時々切れちゃうんですね、あのよくあるのは、沿岸のところで漁師さんが網を投げて、その網に引っかかってケーブルが引き,引きずられちゃったり、船のいかりに引っかかったりすると、でそれについては、この辺、大体ね、3メートルぐらい埋めるんですね。 あのすごい強いブロワーを海底に吹きかけて土とかどうか全部どけちゃってその下に海底ケーブル埋めていってことで簡単には怒りや網が来ないようにしますでもそのさらに先に行くとそんなものが届かないところでやっぱりこういうサメってやつがですね深海ザメってやつが結構かじってちぎれちゃいますで切れたまま放っておいたらもうつながんなくなって日米の間のネットワーク全然使えなくなっちゃうんでまたこれリアルタイムでどっか切断されてないか変装異常がないかっていうのを両端に 監視装置も動けて、監視ネットワークで、監視システムでネットワークをリアルタイム監視して、すぐにつなぎにいくということをやってます。次、じゃあいよいよこの Google が、例えば検索を提供してくれると、じゃあさっきあの天気予報のサイト、どうやって探すかって話をしてましたが、普通はこうやって画面検索して、天気予報とかやったら、画面がいくつか候補が出てきて、そのままつなぐという形になってます。ただその間には当然、いろんなサーバーが入ってます。 それは Google が持っているまずクローラーというデータを集めてこなきゃいけないんですよ世界中のサイトから情報を集めてきてデータをめてますページの目次を作っておきますそれからそのページの中からキーワードを抜き出してきて大体こういったキーワードが使われるだろうなというインデックスを作っておりますでユーザーが何か検索キーワードを打ち込んでくるとそれに照らしてじゃあこのキーワードに合致するこのページ そういうリンクをこのユーザーに提供してくれると。こういったシステムが動いてるわけなんです。ただこのシステム簡単に言ったんですけどね、毎日数十億件のデータが流れ込んでくるんですね。皆さん、あの、どれぐらいの数のメール受け取ってるかわかんないですけど、数十億受け取っている人はいないと思うんです。Google は受け取ってるんです、この検索を。そして、溜まってるデータが1億ギガバイト。これを超えてますと、軽く。世界にあるページは数兆ページありますと。 これらを全部検索してデータを貯めていつでも皆さんが検索かけても大丈夫なようにしてあると。それが Google っていうでっかいシステムなんですね。で、システムの境界線どこか。一旦ここに引きましたけど、これで入力したキーワードが皆さん覚えてます検索かけるとこんなキーワードもどうですかなんて提案してくるじゃないですか。ってことは、この Google のデータを変える役割っていうのは皆さんですよね。 ということは、このシステムの境界をここまで広げちゃって、ある意味皆さんも Google システムの一部ですよと言ってもいいかもしれません。だって相互に影響を与えるもの同士がシステムなんだよ。そう考えると、システムって他人じゃないんですよ。皆さん自身も Google に協力して、いろんな検索キーワードを作ってあげてる。他の人に提案するときにキーワードは皆さんが調べた内容、それをベースになっているということが出てくるわけなんです。 でじゃあ、どこでそれやってるか、それはグーグルに巨大なデータセンターがあるんですが、まずちょっとこの写真、分かりますかね、どこの写真だか。えー、と知ってる人、にやついてる人は何人かいるんだけど、これ、どこだか分かりますえっ、ー、と、ここにあの、なんか、慶応の日吉キャンパスイエス、その通りです。えっ、ー、と、これ、日吉駅があって。 グラウンドがあって。さて、じゃあ、ここに何かの絵が重なってきます。ドン。次、ドン。ドンと来て、もう一つドンと来ますね。これが何かっていうと、Google のデータセンターのごくごく一部です。縮尺同じです。このキャンパスと比べてみてください。これと同じぐらいのものの中に、 ラックがずらっと並んでいて、コンピューターが全部詰まっていて、その中に皆さんが打ち込んだ検索キーワードや、作ったページや、あるいは世界中から集めてきた画像や、何かが分散で放り込まれてるわけなんですね。で、これがさらにアメリカに30とか、世界に何十とかあるわけなんですね。でかいってこと分かりますかね。これぐらいでかいデータを皆さんは軽々と使っちゃってるわけなんですすね。すごいですね。 というぐらいシステムというのはどこにでもあるし皆さんの使いやすいようになるためには相当なものが後ろで動いているんだという規模感もちょっと見えてくるかなと思うんですじゃあ次ツイッターならどうか、まあ、これも同じようなことが動いてますよここはもう細かな絵は出しませんが例えばツイッターを使うんであれば当然ここにサーバーがあってつぶやきのデータが入っているとただここにもとやっぱりサービスを維持するための保守要因というのがいます ちょっと保守のシステムというのがついてきます。保守って何のためにあるのか。まあ、変な情報が流れてこないかってトラブルを監視するとかいうのもありますが、日本では有名なのありますよね。ツイッターの世界記録を作る某イベント。わかりますラピュタそう。バレス。これ言ってシステム落ちたら困るんだけども。 えー、そういったことをやっ,た時のやってしまってもサーバーが落ちないかとリアルタイム監視するために保守用のシステムというのがやっぱり入ってますだから皆さんはツイッターシステムを使うだけですよねでもそのシステムを使う裏には必ず何らかのシステムがやっぱりあるもんなんですこういったシステムいろんなものを見てきましたけどその裏には必ずこういったものがあってさらにシステムをじゃあ簡単に作り上げていくっていうことが最近はできるようになりましたよという話今左側例えばオフィスで 仕事をしていることを考えてみてください。オフィスで仕事が増えてきたよというときに、じゃあ、全員分パソコンをもう一台買おうかなということはよくある世界だったと思うんです。事務室でもちょっと人手が増えてきたんで、ああ仕事が増えてきたんで、ちょっとコンピューターの台数増やそうかなってやったりするでしょう。じゃあ、これがビッグデータの世界になってくると、取り扱うデータ量が増えてきたな、お客さんがいろいろ買うものが増えてきた。どうするか。コンテナもう一台買おうという世界になります。 何のコンテナか分かりますかこのコンテナです。で、このコンテナを今、おっちゃんがこうやってどんどん運んできてですね、えー、積み込みます。どんと下ろします。下ろしてケーブルをつなぐと、なんと中にコンピューターが詰まっている。これ1台、どんと置いてケーブルをつなぐだけで、コンピューター60台、100台、それ分のサーバーが一度に入ってくるんです。そうやって、データセンターをどん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 拡張できたりする。 今の時コンピューターっていうのはコンテナ単位で買う時代なんですね。まあうちではあまり買わないですけども。皆様、のそのうち大きな仕事やるようになったらコンテナ単位で仕事をするということはできるようになると思います。じゃあさらにでっかいシステム今度は見てみると、ビッグデータ。ビッグデータって言葉聞いたことない人聞いたことない人ないですかないですかそれはぜひニュースを見てほしいんですが。ただ これから絶対に使うことになります、ビッグデータ。じゃあ、皆さんは聞いたことありますよね、ビッグデータっていうのじゃあ、ビッグデータって、何ですかね何だと思う聞いたことあるけど分か,んない分からない分からない。そうか、ビッグデータ、そのままの通り、大量のデータ。と言ってしまうと説明にならないんで、もうちょっと説明しますと、今まではコンピューターなんてのは、せいぜい一つのコンピューターに収まるデータ量を処理するようにと。 世界を簡単にする簡単にするって形でシステムを組んできました。例えば溶岩の流れとか天気図とかもいろいろ見るときに大まかな大体風がこんな方向に回ってるよねぐらいで処理してたものをでかいスーパーコンピューターを使えばもっと小さなセルで例えばこの日吉の区画それよりもっと小さなセルの中での風の動き全部それらを一度に処理できるぐらいコンピューターの性能が上がってきました。じゃあそれを使って別の領域にも コンピューータの処理を広げられないだろうか例えば昔はコンビニなんかで昔って今でもそうですけどコンビニでポスシステムっていうのがあって皆さんが何か買うと全部それはああ20代の男性が何か買ってたな雑誌と、えー、コーヒーと何か買ってたそういう情報を残していくそうすると店の中で1日の売り上げを集計するときにあ今日は天気が良かったから冷たいものがよく売れたなとかそういったことを店単位で計算してたろうしあるいはそれを他の店とやり取りして 大体の購入計画立ててるように使ってたと思うんですそれがコンピューターの処理能力一気に上がってきましたそうすると今の天気のデータをそのまま気象庁からもらってそれから周りのイベントの情報人の流れそれを情報をもらってで今の在庫状況を見てそこからあと何と何をどれぐらい売れるだろうっていう情報を店の方に計算して渡してあげることもできるようになってきちゃった例えばそういった 大きなデータをリアルタイムで処理する、ビッグデータをリアルタイムで処理することができるようになったとっいうのが今のコンピューターシステム、のビッグデータの流れなんです。で、ここで使われるデータ、今言った POS なんかどころじゃなくて、例えば皆さん携帯持ち歩いてますよね、その携帯でじゃあどこからどこに歩いたか、どれぐらいの距離、いつ、それから通話をどれぐらいした、どこに向かって、そういったことが全部ライフログとして記録されていったり。 あるいはアマゾンだとか楽天だとかいろんな通,通販サイトありますよね。そういったところで買ったもの。どんなものをいつ誰がどういうふうに買ったどれとセットで買ったで、こういう、そういったデータ全部をリアルタイムで処理しながら新しい価値を持たせていくことができる。これがビッグデータって世界です。こうなると、コンピューター端末っていわれるものが、例えば今言ったスマートフォンの位置情報になったり、あるいはこれから皆さんが買うかもしれない電気自動車。 これが今どこを走って、どこで充電して、どれぐらいバッテリー残量があるのか、こんなものもデータになるからほしい。あるいは農業、医学、いろんなことやってる人いるでしょうね。農業だったら、じゃあ今、山の斜面にどれぐらいの日が照っていて、それから風がどれぐらい、雨がどれぐらい降って、土の中のイオン濃度がどうでっていうデータ、大量のデータが全部処理されて、このあと気象庁の天気予報と合わせると、じゃあ急いで農薬もう一回まかなきゃいけないねとか、あるいは肥料が流れちゃったから追をしなきゃいけないねとか。 そういった処理も全部できるようになってくる。あらゆることに社会の知恵、ノウハウ。これをコンピューターで形にしていける。そういう時代になってきた。そういったノウハウとか知恵とかを処理するためのものがビッグデータというふうに言い換えてもいいんじゃないかなと思っています。そんなどこにでもあるものがでっかいシステム、ビッグデータです。それからシステムで結構知られてないんですけども、社会を支えるシステムというものがあります。 監視システムという類えー、さっきのネットワーク、携帯電話のネットワークの監視システムに似てるんですけども、例えばこんなものがあります。左側の乗り物、これなんだかわかりますかわかんないとは言わせない。はい。新幹線ですね。乗ったことある人。はい。ほぼ100%。えー、無事帰ってこれた人。あ、皆さんそうですよね。笑いますよね。イタリアでで,でも無事じゃなかったですよね。中国でも事故ありましたよね。 だってこれ危険な乗り物です、えー、運転席から目視距離2トルで、制動距離がブレーキかけてからどーんといって4キロ間で大雨でも降ってたらどうします土砂崩れでもあったらどうしますか、ね、危険ですよね。あるいは風が強くてもだめです。要するに運転席から見えてるだけの情報で、この乗り物は乗りこなせないんですよ。そうなると、ここに設備監視、監視システムが必要になってくるんですね。 すべての線路の状況、風が強い、雨が降っている、あるいはえ土砂崩れがあったとか、あるいは工事のために人が入っているとか、そういったことも全部含めて、リアルタイムで情報を集めて監視しておく、そうすることによって、じゃあ、この見える、ずっと前から総合指令室から信号を送ってあげればいいんです。あと2区間行ったらブレーキかけるぞ 信号を送って、その信号を受けた車体が自動的にブレーキをかけていくる。そうすれば、運転席で気づく前に安全にコントロールできて、徐行したり、あるいはやばいところの手前で止まったりということができるんこういった社会を支えるためのシステムっていうのもあるわけなんです。同じようにこういうことができるのは、例えばエネルギーであったり、この建物を知ってますよね、新宿の方にあるあの、前まで石原さんがいたっていう、猪瀬さんが今いる。 それから、えー、空港の設備とか携帯のネットワークとかあらゆるところにあります。例えばこの公共の防災の監視、えー。そうですね。最近だとやっぱり有名になるのは川の水位。どこどこの川の水位がどれぐらい上がってきちゃってるからじゃあ急いでそれは警報を出さなきゃいけないねと。あるいはその水位計自体が壊れてないかっていうのをリアルタイムでは把握しておく。それも必要なことになります。あとは 例えば離島、この前台風が来てしまった大島とか伊豆諸島三宅島とか、ああいったところには、えー、発電機があります。普段は本島の方から発電所を通して電気を送ってたりするんだけども、それが切れてしまった時のためにディーゼル発電機を置いてあります。で、緊急時にはそれで発電機を回して、その島の中の電力を賄って、何か危う感が出た時でも対処する。でもそこで必要なのは、そのディーゼルのエンジンです。そのエンジンの 燃料をここでも把握できるようにしておくと、あ、だんだんもう燃料が減ってきてしまってるから、もう急いで燃料の補給に行くなり、電源の復旧するなりしなきゃいけないな。防災設備にはそういった監視項目もあったりする。それらを常に把握しておくためにもシステムっていうのは使われてるんです。もうここまで来るとなかなか自分で作るって価値を持てないかもしれないけれども、でも皆さんの生活には直接かかってきてますよね。システムっていうのはそういうふうに直接皆さんが見えなくても。 システムの方から皆さんを支えているような状況というのがあるコンピューターシステムというのはあらゆるところに存在して現代の生活に直結しているそしてまた別のシステムがそのシステムを支えているっていうそうすると最初の方に書いたシステムって何だっけという要素と要素があってその間に相互関係があるシステムがシステムをまた支えて新しいシステムを作っている全体として社会を支えているっていうのがコンピューターシステムを システム一環だという形になってくるというわけなんです。どうですか皆さんの知らなかったシステムも少し出てきたと思うんですが、こうやってコンピュータシステムはあらゆるところにあるというところまず知ってもらったと。じゃあ、次です。皆さんは作ったことがないけれども、でもシステムというのは存在するということは誰かがシステムを作っているわけなんです。システムを作る人のことを IT エンジニアとかそういう言い方をするわけなんですけども。 IT 業界で働くエンジニアってどんなイメージ持ってますかね皆さんね。どんなイメージなんだろうちょっと後ろの方行って聞いてみようかな。どんなイメージあんまりイメージないどんな感じですかねあんまり何やってる人かわかんないうん、そんなイメージかもしれない。でもアメリカだとですね、ベストジョブズインアメリカってことでシステムエンジニア一番なんですよ。すごいでしょ。要するに、IT エンジニアっていうのは知的産業で、 非常にクリエイティブだと。じゃあ、日本ではどうか。日本の IT のはこんなイメージだということで、こんなイメージしか持たれないというのはちょっと困っちゃうんで、ええ、困ったもんですね。じゃあ、まずプログラムを作るわけなんですよね。システム開発としては。じゃあ、プログラム書ければシステムが出来上がるのかということなんですが、それはノーです。ただ、プログラム書くだけだったら皆さん簡単できるんですよ。ちょっとやってみましょうか。 皆さんのパソコンにも多分エクセルって入ってますよね。あるいは表計屋さんのソフト。で、ここでアニメーションのプログラムを作ってみようと思うんです。何をするかというと、えー、何でもいいや。簡単なものでいいですよね。図とかやっちゃだめだね。えー、っと、つけ。で、えー、っと、ちょっと簡単なものとしては、 矢印作りました。じゃあこの矢印が右に動きます。そのためにちょっとだけ皆さんの設定と違うことをやります。この開発ってやつをオンにしてみてくださいね。帰ったらちょっと覚えておいて。で、まずこのマウスで矢印を選んだところでマクロの記録ってやって OK します。 で、これちょっと右に動かします。あ、分裂しちゃった。ちょっと失敗。なし。もう一回やり直します。えー、っと、スタート。次いでだ。ここでキーを割り当てちゃう。コントロールシフトキーを押したら、これが動くようにします。ずっと右に動かす。で、マクロの記録終了。これ知ってる人は知ってると思うんですけど、マクロっていう機能です。エクセルで。 自分がやった操作を記録しとく機能。そうすると、ここに今やった内容がこうやってマクロとして登録されるんです。そうすると、じゃあ、さっきキーのバリアしたねで、コントロールシフト9ってのを押すと、ずんずく動いていきます。ほら、もうプログラムできた、アニメーション。ええー、って顔してますよね。ただ単に記録しただけじゃないかと。この動きを変えてみないと、プログラムしたことにならないじゃないか。できます。えー、開発の中で、この総数とか、 この表示ってやつをですね、やってみると、こんな画面が出てくるんですけども、これ上で失敗してあのやめたって言った方ですね。下が正しい方。これ、インクリメントレフトとかインクリメントトップっていうふうに書いてあります。要するに、左、レフト方向86.25動かしてください。トップ方向1.5動かしてくださいって書いてあるんで、なんかこれは要するに、 矢印をさっき動かした操作が書いてあるんだろうなっていうことがなんとなく推測できるんじゃないかなじゃあ動き変えるんだったら数字変えちゃえばいいですよね。簡単にマイナスでもつけてみますか。で、これで保存します。まあ、なんでもいいやデスクトップなんで。よデグルメかなが見ました。しおっと、失礼。これはですね、マクロが有効になる形式で保存しなきゃいけないんですが、保存してしまえば、 動きが変わります。コントロールシフトキーを動かすと逆方向に動く。要するにコンピューターの動きを変えることができました。ちょっとまだインチキ臭いなって顔してる方いますけどでもプログラムってこういうことですよ。何かプロコンピューターなら分かる表現があってそれを一つ一つ人間の手で書いてあげてちょっと動きが気に入らないなと思えばそれを変えていく自分の思った通りに書き換えていく。 それを積み重ねていくことでプログラムというのは出来上がっているんです。それが今は VBA という言語でやったわけなんですけども C 言語とかいろんなコンピューターの専門言語とかそういったものでやっていけばまた別のプログラムになっていくと。それだけのこと。それをまずやっていくのがコーディングって呼ばれる作業です。じゃあシステムエイジェンはこれだけじゃないんですね。もっといろんなことやります。ずらっと。例えば まず要求分析というところでお客さんのニーズを聞いてきます。ニーズを明文化する、要件の採用・不採用を決める。まあでも実はこれほとんどコンサルに近い仕事なんですよね。でもここをちゃんとしっかりやらないとお客さんのニーズと全然違うものを作っちゃいます。例えばうちの会社、えー、さっきから出ている監視システムって得意なんですよ。だから新幹線なんかの監視システムなんかも作ったりするんですが、えー、北の方で走った新幹線のシステム。 これを今度南の方に持っていこうということでその鉄道会社さんに持ってきました。ほら見てください、この画面。ちゃんと鉄道に必要な監視項目全部あるからこれを使っていけば安全運転できますよ。そして実際に事故も起きてないから実績もある大丈夫なシステムどうぞご使いくださいと。ノーと呼ばれます、なぜか。ゲージ見るとお客さんにとってはすごく許せないことが一箇所あるんですよ。何かっていうと 雨量系風速系北の方では全然この程度の雨風しか吹かないって言ってるけど南の方じゃ台風来るんだよ直撃するんだよなんだこのゲージの幅うちの新幹線はこれぐらいの雨じゃびくともしないけどゲージはもっと大きいものをちゃんとつけてくれないと実際に使い物にならないじゃないかそういったニーズをここでしっかりと引き出していくっていうのがシステム作っていくときに必要な仕事なんですで じゃあ、他に何かありますか安全にするために、皆さんがなさっていることは何ですかっていうのをどんどん引き出しをしていって、ニーズを明文化していくっていうのがまず大事な要求分析。でそれをもとに今度はシステムの設計をしていきます。こんな設計図みたいなものを書いていく。で、この中ではシステム全体からどんどん機能、機能分割していくということをやっていくんですが、それをさっきのようなプログラムにしていくのがプログラマー。そして今度は試験というのがあります。なんだ、大学出てからも試験があるのかと。 大事なんですよ試験もソフトウェアの試験は何をやるかというと設計書は要件の通りに動くだろうか実際と同じ使い方をしていて問題を起こさないかというのを検査していきます、あのー、いろんなところでシステムの紹介しているようなテレビっていうのもあると思うんですが例えばまあ有名なところだと Suica なんかの,あのタッチカードタッチするカードありますよねああいったものの試験っていうのは大量の通行があって その時にもデータがあふれないかっていうのをチェックしなきゃいけないわけですよね。そうすると、例えば開発をしている会社さん、メーカーさんなんかだと、こういうゲートがあってで、テストする人がこうやってずっと走っていくるんです一ね。人じゃ足りないんで、何人かいるんですけど、ずるずる回っていって、1分間に何人っていう、ラッシュア,アワーの状態を再現して、大量のデータを流してもシステムが飛ばないかどうか。そんなチェックをしたりします。ただ、こういった試験をやっていて、1箇所抜けてるものがあったせいで、数年前にトラブルが起きました。 どうも一つの駅で五千何十人っていうところを超えたところで急にシステムが落ちてしまった。困ったもんですね。大量のデータを流したらどうなるかっていう試験項目が不十分だったせいで、あ、うちの会社じゃないですよ。そのせいで、ある駅でゲートが開かなくなっちゃいました。じゃあ、どうするか。ゲートが開かないから鉄道を全部休止するか。 さすすがにそういいうわけにはいかないですよ、ね、しかもそれ通勤ラッシュの時間にそれが起きちゃったんで鉄道会社はフルオープンにしましたでも一つの駅だけオープンにしたって今度はその人が乗ったら出てこれなくなっちゃうんだから別の駅でもオープンにしましたそうやってある朝すべての鉄道の自動改札がオープンになった日が昔のことを覚えてる人はそんなニュースがあったのが覚えてるかもしれませんがそんなことが起きてしまったどんな時にも実際と同じ,方を同じ使い方をして問題を起こさないかっていうこの検査は非常に大事なものなんです それをしないせいでそういったトラブルが起きて、えー、各鉄道会社に多大な損害が起きてしまったっていう事故がありましたでそれらは全部クリアしてやっとお客さんとこリリースでサービスができるで IT エンジニアっていうのはこの全ての工程に対して関わりながらシステムをよくしていって本当にお客さんとかその使うエンドユーザーのことそれを考えながらいいものを出来上がるように活動していくとそれが IT エンジニアっていう仕事なんです別に蝶ネクターして皆さんの前で喋るだけが IT エンジニアではないと はいじゃあ、そういう話をしてきましたが、各工程、実は建築などの産業と比べてみても、同じようなもんなんですよという話、例えばですね、私、この前マンションを買ったんですが、マンションはもうすでに出来上がってたものでした、でもさらに上のグレードになると、皆さん、一戸建てを、マイホームを建てたいと思うようになると思うんです、その時にどうするか、建築の人に、建築家の人に、あったかい感じの家がいいな、家族みんなが仲良く住める。 こんんぐらいのととしたニーズを出すす思うんですねシステム絶対立ち上がりませんよね家も立ちませんよねここから建築家の腕の見せどころでじゃあどんな生活をなさるんですかお子さん今何人でご主人奥さんなどんなご趣味なんですかいろんなニーズ聞いてきますよねで、えー、実はこのサンタフェで見たこの土壁の感じがよくてねサンタフェの土壁ですか なんてことをいろいろ考えながら、じゃあそれを再現するためにどうしたらいいかっていう一つ一つのパーツを組み上げていって、家としての機能を持たせるように設計していきますよね、建築家は。その時に、ただお客さんのニーズを全部聞いていったら、部屋の数いくつあっても足りなくなっちゃうし、あるいは部屋と部屋をどんどん足していったら、敷地の中で、ちょうど埋まったトイレどこ配管どこなんてこともなりかねない。あるいは、え、これ。 リビングの真上で水がボタ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 落ちる音が聞こえますよね。それ不快ですよね。プロとしてはそれは許せないっていうのも出てきますよね。だから建築家は、あじゃあニーズとしてはこういったものを満たせるように、この部屋とこの部屋こういうふうに配置しましょう。ちょっとこの2つのニーズ、同時には満たせないけど、組み合わせたら、どうですか、この明るい窓を,取り窓を入れることであったかい雰囲気出て出ますよね。いろんな提案をしていって設計をしてお客さんのニーズに合わせていく。そしてその設計図通りに今度は施工して、 施工されたものがちゃんと建築基準を満たすかどうか、強度基準を満たすかどうか、徹底してチェックしていくということをやっていくわけですよね。そして最後、お客さんにどうですか引き渡しをして住んでもらってハッピーになると。あなんのことはない。建築と比べてもシステム開発というのは同じことをやってるんだなと。逆に言うと、システム開発も同じようなことをやりますよ。さっき言った要求分析のところで、水を聞いてみたら、 あ、あれもやりたい、これもやりたい。例えば、ビルの監視をするときに、じゃあ、どこのビルから見たときに、この主任という権限を持った人は、他のビルのこういった情報も、こういった情報を見るようにしたい。そのときには、このオフィスからじゃなくて、リモートのオフィスからも見れるようにしたい。ただ、この事務所の A さんという人には、この情報を見せたくないんだ。でも、同じ事務所にいる A さんの上司の何々さんには全部見せるようにしたいんだ。え、A さんっていう。 部品を組み込み込ますか、システム。それは,それは普通に管理者とかタル、えー、監視担当者とかそういった役割を決めるというシステム的な考え方をしていくそうすることでお客さんのやりたいニーズだって A さんだけをはみ出しにしたくないしたいわけじゃないですよこれから入ってくるいろんな人たちが入ってきて担当者は見るの範囲を狭めたいってことなんですよね っていうシステムの言葉に置き換えて、でもお客さんに分かる言葉に置き換えて、ニーズを明文化していくとか。それをもとに、じゃあ今度設計するときに、じゃあ全部の画面、お客さんが必要な画面全部をいちいち手作りしていったら、ちょっとボタンの位置変えようってときに、非常に効率悪いことが起きるかもしれない。だったら部品を共通化しておいて、一つの設定を変えるだけで全部のボタンが入れ替わるような、そんな設定になったら実は作る方も楽だな。そんなことも考えておく、それは建物で言えば、 共同工ってものを設けておけばいろんな電話だ電源だあるいはインターネットだそういったケーブルを配線させるときに一個一個床剥がして毎回毎回配線してたら床穴だらけになっちゃうだったらそれが全部通れるようなルートを一箇所作っておいてそこに埋めるようにしてくださいねってやれば現代的な家としては非常に効率いいよねそんな提案をしながら作ることも考えながらやっていくそうやってシステムも建築も作られていく 何のことはない。システム開発というのは、どんな仕事をしてるか分かんないって言ってたけれども、皆さんの多少は知ってそうなそういう仕事と非常に近いことをやってるんです。じゃあ、そこに必要なスキルって何だろう ?IT について、プログラムについて、コンピューターについて、非常に詳しいと。まあ、非常に詳しいと助かりますね。でも、それだけじゃないですよね。さっき言ったお客様の真のニーズっていうものを引き出していくような会話力とか、想像力とか。 建築で言えばあったかい家って言われたときにまさか温度32度にずっとしとけってわけじゃないよね。それは会話力なさす,すぎだよね。でも想像力としてじゃあこの人たちはどういったところに暖かいって感じるんだろう分からなければ聞いてみるし聞いて話してくれたことからさらにああじゃあこういったものを求めてんだな家族の触れ合いなのかそれも家族自分たち夫婦と子供なのかそれとも親御さんがしょっちゅう遊びに来てくれるようになのか背景によって違うよね。 っていうのを引き出していくのは建築の方だしシステムであればじゃあエンドユーザーが安心して安全に使えるような鉄道って何だろう急発進しない急停車しないということはある程度の時間のゆとりってのも必要ってことは当然鉄道会社考えてるだろうなそういった相手のことを考えて一緒に話をしていく想像力とかそういったものは絶対必要になってくるもちろんさっき言ったシステム作り上げる技術力とか品質を高めるためのね えー、さっき言った5千何十代って何十人通ったらアウトになっちゃうんじゃないだろうかっていうことをちゃんとチェックするようなねそういった貴重面差とも必要ですえー、っと皆さんの中でこの素質の中の一つぐらいは自分少し持ってそうだなっていう人います例えば貴重面差でもいいですよあるいは人の話を聞くのが好きだなちょっと言いますよねじゃあ全部持ってるって人、えー、私も持ち合わせておりませんそうなんですよなので一人じゃできないんでチームで開発を行なきゃいけないのが システム開発じゃあチームになるともう一つ必要な役割出ますよねはいチームの調整役をだからチームリーダーとかプロジェクトマネジメントとかっていうそういったスキルも必要になってくるのでもう一つ取りまとめ役っていう役割も出てきますそういったいろんな才能が集まってこないとシステムって出来上がらないのでまあ面白い仕事なんですけど是非自分としてはこんなことやってみたいっていうのがあれば関わってみてほしいなと その中で IT 人にはもう一つ、未来を支える大事な役割というのがあるんです。特に日本ではこれ大事ですよ。無限大の可能性があって、頭一つで世界を動かせるんだっていうところ。えっと、日本の強みっていうのは、非常に教育レベルが高いというふうに昔から言われています。そして昔から同じように言われている弱点としては、資源がない、土地が狭い。うん。例えば、自動車を作ろうと思うと、工場をでっかいところに建てて、 人をたくさん集めてきて、部品を集めてきてで、そしから、それからいろんな資源によって作られた、そういった部材を全部組み合わせて流していかなきゃいけない。時間もかかる。じゃあ、システム、IT のエンジニアというのは何かっていうと、皆さん何かやりたいことがあると。アイディアがある。目の前にコンピューターがある。ネットワークがある。そうすれば、それらを使って地球の裏側まで変えていけますよね。 さっきやったプログラマーせいぜいあの目の前で矢印の形をした何かが横に動いたとか戻ったとかだけだけどでもじゃあ Google どうですどこからでも欲しい情報、世界の裏側の情報を取れるようになっちゃったよね。そのせいで情報っていうのは本を持ち歩くことじゃなくて情報にアクセスできる端末を持ち歩くことが知識にアクセスする方法になっちゃったわけです。ある意味図書館っていうでっかい建物を皆さんは片手の中に持っちゃってる状態なわけです。そうやって世界って変わったよね。IT ってこういう力あるんです。 それから社会貢献性 IT は今は産業のベースになってます直接 IT の結果を使うような科学技術による研究だとかそういったものには確かに目が行きやすいけれどもそれ以外にもさっきちょっと例に出した農業おじいちゃんおばあちゃんがずっとやってるようなしかも山の斜面でやってるような農業っていうのは非常に重労働だし機械化もなかなか難しいとで今までの関東経験からこれぐらいの雨が降ったらそろそろ追肥が必要なんだけどなこんな天気になってきたらちょっと霜にやられちゃうかもしれないから 風を送らなきゃいけないないいろいろ考えながらおじいちゃんおばあちゃん頑張って農業やってるでもそのためにいろいろ感じているそのセンサーを代わりに置いてあげて風温度あと何センサーにしてるんだろうなんとなく土の温度っても触って測ってたなとかなんか土なめてあ今日の土おいしいなとかちょっとこの土は痩せてるからうまくないなって言ってるならもしかしてペーハーセンサーがあれば農業に役に立つんじゃないかとかそうやっていろんな センサーをたくさん置いておいて、それらを IT で統合する。で、おじいちゃん、ばあちゃんが、こういう時には農業の、この時に農薬をあげたな、こういう時に肥料を追加してたな、その時にデータを貯めておく。そうやってビッグデータで処理していくと、次に同じような条件になった時に、そろそろ肥料の追加必要ですよってお勧すすめしてくれるようになる。そうやって IT が農業を支えていくことができる。そうなるとですね、 この中で情報専攻の人どれぐらいいたのかな、えっと、どれぐらいいます、はい、情報専攻の人。はい、1、2、3、はい、そう本当ね、ごく一部だよね。で、実はうちの会社もこんな感じです。情報専攻15%、IT の会社で。も、逆にいろんな専攻から来ている人が、あうちの専攻に、あれ、今まで勉強したくてきたことに、IT って生かせるんじゃないだろうか思えるようになってくれる実際活かせます。そうやって、IT は産業のベースになっていって、いろんな専攻を。 具現化するための力になっていけるので IT エンジニアというのは未来を支えている仕事と言っちゃっていいんじゃないかなと思ってますどうでしょうね少し IT エンジニアが何やってるかの一部のイメージ持ってもらいたいでしょう、ね、あのさっきの変な写真じゃなくていいですこういった仕事やってるということで,で IT, を支え IT エンジニアというのはあの非常にソフトウェアとかシステム開発自体新しい業界ですのでどんどんチャレンジしてほしいなと思ってます この選は何かっていうと、要はどのぐらいにその産業が始まったか。農業はですね、えー、これ1万2000年前って言ってますけど、多分これ小麦とかそういったものの農業の痕跡が見つかったやつですね。実は最近の研究でさらに一軸の栽培がさらに昔から始まったんじゃないかって言われて、もっと昔遡ります。農業1万5000年以上やってるんじゃないかなと。建築、建設、不法のピラミッド。あれ、建設でいいよね、建築業で。5000年前からやってます。 工業としてまあ自動車産業でいうと、えー、最初に自動車が走ったの大体いい400年ぐらい前で、そのまま20キロぐらいで走って壁に激突したそうです。えー、最初の自動車事故も含めて400年前。はい、ソフトウェア。まあ、どこからソフトウェアっていうか難しいですけども、まあ、マイクロソフトがいろいろ作り始めたようなのはせいぜいもう40年経たないぐらいのものです。だとすると、皆さん、今20代ですよね。でこれから何年かして就職して働き始めて、40年経ったら、 今までのソフト業界の歴史と同じだけ仕事できるんですよ。ひっくり返せそうな気しません ?1 万2000年前からひっくり返すのは難しいよね。でも IT は新しい業界なんで、それが皆さんには可能性がありますよと、そういう新しい業界なんで、ぜひ面白いよと思ってくれたらいいかな。システム開発っていうのは何か特別なことをしてるんじゃなくて、建築でも見たように、普通の仕事ですお客さんのニーズをどうにかして満たす。 そのためにいろいろ知恵を絞るし仲間と協力して仕事をするでプログラム知識などの技術力だけじゃなくてお客さんとのコミュニケーションとか想像などいろんなスキルが必要なんです逆に言うといろんなスキルを持っている人全部持っている人なんていないからチームで開発をすることになるんですでそこで必要なのは何があれば喜ばれて何が欲しいかっていうのを把握するそれが大事なことなんで別に情報専門に必要縛られる必要はなくて皆さんの特性がそれぞれ生きる場所なんだなということを覚えててほしいなと で大体こういった話を普段ですねあの情報系の授業ではやっていてだいたいこの話を、えー、いつもは20分ぐらいでやっちゃってますで残り70分か何してるかって質疑応答してるんですけれどもさすがにそれだとあの情報系じゃないのでもっと柔らかくしなきゃなと思ってちょっと長く話をしてきましたでその最後にちょっとうちの会社のことも含めてエンジニアが働く場所ってどんなところかなという話をしようと思うんですが この写真なかか写真ですね。みにゃぐにゃで。知ってる人いないか。じゃあ最後に答えを書くぞ。まず、IT エンジの職場ってどういうふうになってると思いますかねさっき言った IT をやってる仕事。さっき言った、じゃあお客さんの話を聞いたり、いろんなチームワークで仕事しなきゃいけない。 でも、今まで聞いてきた IT エンジニアの職場ってどんな風になってます話聞いたことある人いませんどんなイメージ持ってる作るときにホテルにこう入って、みんなで作る。ホテルに入って缶詰になって、みんなでこう合宿して、コンピューター持ち寄って。それは要するに働く場所が普段はないと。えっと、作るときはね、うん、作らないときはじゃあ、どうしてものよくわかんない。どこにいるかわかんない。 IT チェーンジニアはそこから湧いてくるようなもんじゃないんだからさ普段から会社にいる人もいるんだからさあのシステム開発の要素としてさっきまで話したようにチームで開発を行うこういった要素がありますそれから頭一つで世界を動かせるっていうそういった知的な産業なのでチームで開発を行っていく以上気づきポイントは人それぞれ違うんですよねそれから頭一つでってことは逆に言うと気づき良い気づきとか発想っていうのもが良いシステムを作るってことになるんで これらの要素を足していくと経験年数とか今までの職場と違って経験年数、役職、前例こんなものにとらわれちゃうとお客さんのニーズは本当はこれでしょうこのシステム若い人が使うんですからとかそういったことがだって古いさ上位片すのかでっかいピラミッドみたいな組織だったら言えなくなっちゃうじゃないですか逆におじいちゃんの意見が必要な時もあるんですよ。うちの会社が昔作ったシステムで、えー、っと年を取った人たちがたくさん使ってるシステムとがありました。 某あんまり詳しいいことは言えないんだけどねある資格についてのシステムを作ったんです。免許資格ですね、ある。でその免許資格を管理して、試験結果とか、それから合格基準とかいろんなものを管理するんだけれども、そのシステム、今,今までの私たちの経験で、監視システムと同じようにこう非常に緻密な画面を作っていったらです、ね、これ見づらいねえ、くっきり見えてますよね、老眼鏡をかけて見えるんだよ、これ。 あと老眼鏡も見えなくなったらこう外してみるんだよ。だってあそこの教会のおじいちゃんたちが見てるんだから。定年退職したおじいちゃんたちがもう一回再就職して使うようなシステムだったんです。となると、若い連中だけの意見でやっててもできないですよね。まあ、当然若い人が必要なシステムと思ります。そうなると、まずシステム開発やってる会社っていうのは、変に今まで通りの固い組織なんかでやってったらできないんです。自由な新しい社風っていう職場が非常に多くあります。 例えばこんな感じ。これ新横浜にあるアクロクエストって会社なんですけれども、私が勤めてますね。はい。緑が多かったり、非常に風通し良さそうに、こうあの、なんでカメラ目線で一人だけいるんだけども、えっと、奥まで見通せるようなパーティションなしのフロアとか、ちょっと雑って言えば雑かもしれないけど、いろんな向きにこう、けが向いてたりするわけですね。で、この会社っていうのが実はまた、高い技術持ってます。 システムを、社会を支えるような、インフラを支えるようなシステムていうのをずっと作ってきた、そういった技術力、社会貢献性を持っているシステムをやってますし、自分たちでシステムを作るだけじゃなくて、他の会社がトラブルを起こしたときにジャッツって言って駆けつけていって、直すっていう、レスキュー隊の仕事もやってます。皆さんがこれからシステム会社を作る、あるいは働くことがあれば、ぜひ覚えておいてください。1週間で全部問題を現金を示します。ジャバだったら。 そうやって年間100案件全部解決して500案件無敗なんでただし高いですよブラックジャックみたいなもんだけどでも失敗したら半額返しますこのブラックジャック今まで返すような必要になったことないですけどまあそういったレスキューサービスとかやってますで社風が変わってますこれちょっと後で紹介しようと思うんだけどもあと教育は日本で最も教育に時間を使う会社と言われていて、えー 東光大なんかではでも無料ジャバセンマも11年連続でやってるのかな。で、ミャンマーでの IT 教員向けの教育もやってます。それから、えー、っとですね。私としてはこれが大きいポイントなんだけど、新横浜駅からすぐ、今住んでる私、菊名住んでるんで、歩いて15分、えー、通勤電車乗らなくて済みます。今度引っ越すのが北新横浜、これも歩いて15分、えー、通勤電車乗らなくて済む、えー。非常に住みやすい、働きやすい会社です。まあ、そこへんは自分だけの事情なんですけども、 この会社はこんなことやってますよ。例えば全社禁煙って言っちゃって大丈夫かな。タバコ吸う人。あすみません。入社されるときにはタバコやめていただきます。<laughs> そうですね、すみませんね。実はこれ、うちの会社ですねあの、社長がこれ決める前までタバコ吸ってたんですね。うん、でも結局タバコ吸うとさ、3つ問題あるんですよ。3つ。わかります 一つぐらい分かれてきませんタバコ吸うと、車内でタバコこ吸うと問題になること体に悪い。そうだよね、タバコ吸う人も体に悪い。それから部屋が汚れるはい、部屋が汚れる、その通り。さあ、3つ目。場所を,を取る。あ喫煙所を取っておかなきゃいけないから。なるほどね、そういうこともあるかもしれない。実はもう1個あるんです。会社がばらばらになっちゃう。わかりますタバコ吸う人と 座らない人いたときに、吸う人すごく気遣うじゃないですか。ちょっとたばこを煙、こっち端っこのところで座るからとか、懇親会とか飲み会とか行っても、あるいはちょっとタバコタイムズて外に出かけなきゃいけなかったりする。そうすると、みんなで盛り上がって、一緒にやっていこうぜなんて話をしているときに、1人だけちょっと別のところに行かなきゃっていう、ちょっとノリからずれちゃったり、逆にタバコ吸う人たちだけでコミュニティになっちゃったり、という感じで、さっきやったチームで仕事をするっていうところと、ちょっと離れてきてしまう。 ことがあるんで健康のためにタバコをやめようよということをやりました。他にも全社員の給与まで全社員で決めちゃう、ね。自由で新しい社風の会社が多いですよと言いましたけど、ここまでやってる会社は滅多にないかなと思います。だって人の給料が決まるところって見たことあります、皆さん。実はあと1か月ほどするとうちの会社も全員の給与が決まります。で私とか君もこの後 会社戻ったらまたそういった準備をします。そうやって、ね、毎年毎年みんなの給与を決めていくということまでできるような自由な感じの会社。例えばうちの会社はそんなことやってます。それから多数決なし。いろんなことを決めていくときに多数決にしちゃったら一方的になんかこう決まっちゃったり、あるいは少数意見の方が実は新しいアイデアで世界変えられたりするかもしれないんだよね。そういったものをじゃあ多数決で潰しちゃいけないよねと、うちの会社では思ってたりする。 そういう IT 会社っていうのは新しい考え方を持った会社というのはいくらでもあるのでもし今までの会社で面白くないなあるいは疑問があるなということをこれから先のね就職活動を何年か先にやるときに思ったとしたら業界違うなと思っても IT 業界を見てみるのも一ついいかもしれません。ということでお話してきましたがはい私はいつも大体これぐらいの失業と時間を残しているので皆さん何でも疑問に思ったことをどんどん ぶつけけていいただければと思いますはいい以上ですよろしくお願みません、ちょっとあの余計なことを話しましたがあの、何か質問ありましたら遠慮なくしてください。まあ、正直あの、IT とかプログラムとかっていうのは知らなかったと思う世界だと思うんで、まあ、ここまで話したことで分からなかったことでもいいですし、話してなかったことでここを聞きたいとか、いうこともあるよはい ああはいありがとうございました法律の世界で体系的に考えろってことが非常に重要視されていてそ,のそれがどういうことなのかっていうのがちょっとよく分からなくてそれシステマティックにとられることかなっていうう思っていて今日そのだろう助けになればと思って今日聞かせていただいたんですけれども、えっと、斎藤さんの思う体系的に考えるっていうことはどういうことがよければ教えていただければなというふうに思います。ます法なるほど法律学ののは逆に私専門ででやったことはないので 法律用語でいうとこの体系的っていうのが正しいかどうか、ちょっと私の考えが正しいかどうか分かんないけれども、まず、大まかに全体を見たときに、それが網羅できるような考え方を一つ大きく持つ。その中で、ちょっと部分,に部分に分けてみて、部分の間の相互関係って何だろうなっていうことを理解しながら、一段階ずつ掘り下げていく。そのときによく体系的についてほツールの絵なんかが描かれたりするじゃないですか。ああいったロジカルツリーのようなツールを使いながら、 じゃあ法律の中で、まあ大まかにいけば、民間の法律と公の法律とあるよねとか、あるいは国が決めるのか、誰が決めるのかとか、あとは文書になっているかなってないかとか、そういったロジカルに分割していきながら、まず全体を整理すると。その中に、じゃあ、お互いの法の間での連携というのもありますよね。例えば税金払わなきゃいけないっていう法律と、じゃあお金をどこに集めるかとか、あるいは相続するっていう。 民間の関係の法律といろいろ相互関係が出ますよね。その相互関係のある法律はどうだろうかっていうのを整理していく。システム論で考えるっていうのは大体そういうふうな、お互いをまず大きく分けた後で関係を整理していくっていうやり方をしていきます。だから法律でいうところの体系的に考えるっていうのがどうかっていうのはちょっと直接この答えになったかどうか分かんないけど、今みたいに全体をまず捉えた上で部分分割して相互関係を整理していくってやり方でやったらどうでしょうかというのが当たってるかなちょっと分かんないですけどね。 うんはい、ちょっとまずはヒントになればと思いますありがとうございましたいきなりそういう方向から来たから <laughs> えっとありがとうございましたえっと何回かこう個人の体験でなんかプログラミングを作ってみたいなと思ったことはあるんですけどなんかこう勉強っていうかどうやって かかかか始めればいいのかとかっていうのが全然分からなくて先生は具体的にはどんな感じで始めたっていうかどういう風に勉強すればいいよみたいなものがありましたら教えてくださいそうですね自分の頃っていうのはあまり多分皆さんと状況が違ってくるんでなんせインターネットを家に帰ったら11時からしか定額にならないとかね分かんないでしょ言ってることテレ放題とかでも皆さん家帰りはネットワークすぐつながる24時間同じ額で使えたりするそういう時代なんでいくらでも 勉強するサイトがあります。例えば Java っていう言語をうちでよく使ってるんだけれども Java の無料で勉強できる場所っていうのはいくらでもあってまずコンピューターに Java をインストールしましょう。そこからじゃあ最初にこの言語を打ってみましょう。このキーワードを打ってから動かすとほら画面に何か出たでしょってそういうワンステップずつ説明してくれるサイトなんてたくさんある。うちの会社のページも結構乗っかってるんだけどもそういったサイトを見ながらまずとりあえずやってみるというのがいいのかなと思います。あとは それだと我慢できないよっていう人はさっきちょっと私がやってみせたようなまずエクセルでさマクロを動かしてみてよ。でマクロの中の文章をちょっと書き換えてみる。そうすると今までコンピューターっていうのは自分がコントロールできなくて用意されたアプリケーションを使うだけだったとある意味使わされてる縛られてる状況だったのを自分が少しコンピューターの動きを変えてやったぞっていう感覚が少し出てくると思うんです。そういった体験を積んでいくのが本当はプログラムの面白いところで。 自分がコンピューターを変えられたんだ。コンピューター変えたってことは、コンピューターの先にある何かを変えることもできるんじゃないか。その先にある何かもっていう広がりをちょっと感じながら、プログラムを楽しむスムっていうやり方もあるかな。うん、わかりました。パソコン持ってる。あ、持ってます、うん。じゃあ大丈夫。できる。はい、わかりました。ありがとうございました。はい、貴重なお話ありがとうございました。えっと、普段授業とかでコーディングをするときは大体一人でも,ものが多いんで、どうしても 何か例えばアクセス制限をパブリックにする方が一人だったら楽だったりとか何かそのチームで開発をするっていうことを意識的に何かやるための工夫みたいなのがありましたらお聞かせ願いたいなと思いましてまあでもあのそういう何だろうなチームで作業することのシミュレーションをしてみたいっていうんであればやっぱりチーム 誰か知り合いと組んでみて、何か目標を決めて、例えばコンテストに出してみるとかね、そういうことをやってみるのは一ついいかもしれない。あともう一つ、今言った、パブリックにした,ったらいいよっていうのは、ちょっとコンピューターあんまり詳しくない人にとってはあの分かりづらいかもしれないけど、要はコンピューターの心臓部に誰でも触れるような危ない状況にしてますよという話だよね。実際のシステムでそんなことをしたら、セキュリティホールっていって、どっかのテロリストがすぐコンピューターネットワークつな,がつないで、いろんな防災ネットワーク止めることができちゃったりとか、そういうことになっちゃうんだよね。 それのスリルをもし味わいたいっていうんであれば、おすすめしません <laughs>。自分のローカルで、じゃ他の人に、あるいはチームでちょっと違う役割をそれぞれ持って、自分はプログラムを本来触る権利のない人だよ。だからあなたにシステムの要求を出すよ。そういう役でコンピューターに触ってもらったりとかね。そういっ役割を変えて体験してみるっていうのはありかもしれないなと。それからもう一つはシステムの管理者とシステムのプログラムを作るだけの人。 そういう役割を変えてみるとそういったチームでの役割をある程度想定してやってみるといいのかなと思うで情報系の学科だったら先輩とかを捕まえてきてもうちょっと詳しい話も聞けるかなと思うのでぜひそれをやってみてで授業でも何かそういうのがあるって噂を聞いたとか聞かないとかうん楽しみにしてみたらどうでしょうはいありがとうございますえっと 僕、コテコテの文系で、えっと、数学もくにできないんですけど、えっと、趣味とかあとサークル活動とかであの独学でプロ,プログラミングっていうかコーディングとか学んであのウェブサイトとか作ったりしてるんですけど、えっと、こんな情報系の学科とか出てるわけでもない僕みたいな文系のやつがあのあ情報系とか出てないのに文系の僕があの将来トップクラスでエンジニアとして働くことって可能だと思うでしょうかえっとです、ね、そこは 申し訳ないけど絶対とは言えないんでただプログラムやってみてあるいは HTML だよね多分いじってみた HTML と CSS?JavaScript やってみた、うん、どうだったなんとかなる感じうんなんとかなる感で止まっているとするとトップのエンジニアとか他の人のプログラムを直すってとこまではいかないかもしれないけどでも経済やってるとなるといろんな主体が出てくる中でどう関係してあって最終的に 経済というシステムがマクロに動いていくかというか勉強もしてると思うのね。それってまさにシステムをマクロに見る考え方なんだよね。一つ一つのエージェントがどうやって動いていく。それがシステム全体としてはバランスをとってどういう方向に流れていくか。どんな上覧が起き得るか。なんていうのをシステム全体を考える役にむしろ向いていくかもしれないその時にプログラムのどんな弱点があり得るかとか、どういった組み合わせだとプログラムが難しくなっちゃうかぐらいはもう自分がいじったことあるから知ってるよね。そうすると、 エンジニアとお客さんの橋渡しをしながらチームをマネジメントしていくということはできるようになるかもしれない自分でこういうのを学ん,、うん、学んである程度極めておいた方がいいって感じです例えばエヴ,エヴァンジェリストとかっていう選択肢とかもあるのかなとかもしそれをやりたいっていう意思があるんであればごめんさっきのは失礼な話し方になってしまったと思うんでそれはぜひ一回極めてみるっていうことをやりたいんであれば、うん、やってみると興味を持ってたんだったらそれは突き進んでほしいなそうすると エヴァンジェリストっていうのは何らかの技術について詳しくて、それを世界に広めていこうっていう、それこそいろんなセミナーとか、海外のカンフェレンスなんかにも出ていって、いろいろ発表もしたりするし、その技術自体を広めて教えてってことをやっていく人だよね。うん。そういう方になるっていう人も確かにあり得ると思う。実際、うちの会社に入ってくるのはさっき言ったように15、15%は情報系だけど、それ以外は別に理系だったり文系だったりするし、私自身もあの別に情報専攻じゃなくてここに来て、うん、教養学部ってとこで、三宅島に行って、海の水汲んできたりとかね。 森の中であの木の太さと枝の張りの東西南北どんぐらいあるからじゃあここあこれは白玉の木が押さえてるエリアなんだなシステム関係ないねでもこういったことやってきたところからでもコンピューター興味持ってこうやってみんなに話できるところまで来てるわけだからある意味エヴァンジェリストって言ってもらってもいいかもしれない怒られそうだな <laughs> でもそういうふうなことができるようになるっていうのはもし興味持ったんだったら一回突き進んでみるといいと思うそれは突き詰めるチャンスはいくらでもあるし IT はさっき言ったように新しい業界だから 新しいことに組み込んじゃえば、取り組んじゃえば、別に今まで何十年やってきた人だって、勉強してないエリアっていくらでもある。そこに対しては、トップになるチャンスはいくらでもあるし、面白いと思えたのは。すごく幸いなことだから、ぜひ続けてほしいなと思います。はい、わかりました。ありがとうございました。えっと、斉藤さんのお話聞くの、三回目ですかね。<laughs> 僕は。あの本社の方にも一回お邪魔したことがあるんで。<laughs> はい。なんですけれども。あの、チームで開発する。 っていう中でやっぱり出てくるのはなんか実力差っていうのがすごい気になってですごいベテランのの方方ととと新人の方と一緒になってて開発していくと思うんですで僕学部3年なんですけどその3年の授業でも3人1組でシステムを作りなさいって課題が出てきたりっていう中でやっぱりなんかそのできる人とできない人っていう実力差をどう埋めていけばいいのかとかどういうふうに分担したらうまくいくのかっていうのを。 教えていいたただきたいですあのまず実力差を実力差があるっていう状態それからそれを埋めなきゃいけないかっていうことについて話すけれども実力差があって当然だよね特性違うしでじゃあ埋めなきゃいけないか例えば3人揃ってね同じ作業をやって最後全員がここまで到達したらゴールだよそういう仕事だったら全員の実力差を埋めていく必要ってあると思うんだよねなんかあのローラースケートで走ってさ全員がゴールしなきゃいけないってそういうプ スポーツあるじゃないあれだったら全員の総力を上げてみんながゴールするように走んなきゃいけない。でもシステム開発って違うよね。全員が同じところ開発しちゃったら無駄じゃん。だから難しいところは難しい人がやって、あ、難しいことできる人がやって、簡単であったり、あるいは別のその人なりの特性があるところがあれば、その人に任せればいい。例えば画面のデザインが得意とか、すごくちょっと小さなズレが気になるって人は、それこそお客さんのインターフェース周りのシステム、あるいはその画面周りを担当してくれればいいです。 でも大体そういういところ難易度としてはあまり難しくないただ難しいロジックを考えられるんだけどあんまりそういったインターフェース系得意じゃないなって人は逆にロジックがとかそういうのを担当してもらえばそれぞれの特性をまず分かってチームを組むっていうのがまず第一に必要だしそうすればギャップとか差はあった方が分担しやすいよねじゃもうチームを組む段階であのそのシステムに合った人選でチームを組むってことですかうううちの会社ではそいいっったた特にこういった 深く掘るのが得意だなっていう仕事だったらそういう深く掘るのが得意な人は当てるし、あるいはお客さんとのインターフェースが多いなっていうところだったらそういう人は当てるってことです。あとは、必ずしも全員がそういうふうな状況にならないとしても、先輩から話を聞けば、そこを先輩に聞きながら埋めていくってこともできる。そこはコミュニケーションを取れる環境をもう一つ作っておくっていう、実はバックグラウンドも必要になるよ、ね。会社の組織として、あるいはプロジェクトの中の3人だけでその全部埋めなきゃいけないんだったら大変だけど、先生に相談できたでしょ、多分。 あるいは先輩の人に相談したりもできない会社の中でも同じようにプロジェクトっていう枠の中だけで話をしろそれ以外の人と絶対口をきくなって環境を作られちゃったらそれは辛いと思うしいろいろ苦手なところはそのまま苦手なの残っちゃうでもそのプロジェクトの外側にも話ができる環境っていうのをちゃんと作っておいてコミュニケーションを取れるようにしておけばそのギャップはどんどん埋められるし3人以外チーム以外からの助力を得ながら得意じゃないところもできるようになっていくそういう環境はできると思います あありりがとううございまましした、はい、他何かかすでしょうかお話の中で例えば農業の分野だったらその雨量とか天気とかのデータをこう統計的に処理して例えば今日は雨が降りそうだから農薬をちょっと多めに入れようみたいなことが可能になるっていう話だったんですけど、まあ、それに対しては例えば今まで 農業に携わってきた人独特の熟練の勘みたいなのがなくても農業に携われるということで温度は広がるし、まあ、人材不足みたいなのも少しは貢献できるのかなと思ったんですけどでも一方でそういうなんてうんでしょう経験に裏打ちされた今までこう明文化されてないような例えばこれから2時間以内に雨が降るよなんてうちのおじいちゃんよく言うんですけど <laughs> そういうそういう能力を持った人から価値を奪っているような気もして。 話は飛躍するかもしれないんですけど今、日本人がこうずっと培ってきた繊細なものづくりというのがあのアメリカとか中国とかからのなんかこう安い製品に脅かされているなんて話を、まあ、経済的視点からだったり工学的視点からだったりも嘆かれたりとかするんですけどというところにもつながるのかなと思うんですけど。そういうこの ソフトウェアを作ったことで誰かの価値を低めてしまうみたいなことを考えたことがありましたら、ご意見などお願いします。深いですね、いい質問ですね。IT について、やっぱりそういった疑問ってすごく持たれることもあって、それこそちょっと話飛ぶかもしれないけど、産業革命が起きたときに、機械を入れた工場を作った、そうすると、今までの労働者が、今まで俺たちがやった仕事を奪いやがってと、機械ぶっ壊したっていう時代がありました。 でも IT っていうのも確かにそういうふうに言われることがあって IT 化して自動化したことによって今まで人間がやってた仕事を省力化したと。で、会社側もそういった人手をかかってた仕事をコンピューターやることで楽にしてコストを下げるために入れるってことは人手を減らすことになるよね。だから IT は人に対して良くないんだっていうそういう位置づけになるってことは確かにずっと言われてました。一面当たってるよね。それは経済的に考えると。 でもその空いた人がじゃ今度は人間しかできないことをさらに突き詰めて人間だけが持ってる感性とか感覚とかそういったものを生かした業務にどん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 また入って新しく入っていければそこに専念できるようになれば例えばさっき言った新幹線の話をしたけれども機械で守れるところは守ればいいんだけどでもその機械があれ今変なふうに動いてるなっていうのを人間が気づくこともあるだろうね。 あるいはランプがついてきてないなと。最後はそれ人間が確認するところってあると思うんだよね。そういったところに最後の一線を守るところに人間が入ってあげてもいいだろうし。あるいはさっき言ってくれた専門的な。おじいちゃん、その天気予報当たりそう結構当たるあの、石原さんよりは当たるかな。<laughs> そっかい。石原さんより当たるだと。うん、でも当たってる方かもな、ね。だとすると、じゃあそこの感覚っていうのは、おじいちゃんがいる間はずっとやってもらえばいいんだけど、 君はできるるよううになななったそうかじゃあそこをどんどん引き継いでくれればいいかもしれないけどじゃあ君はその天気を知ってみんなに教えてあげるって仕事をするか天気を自分が何を感覚元もとに例えばね何かの感覚を持ってると思うんだ肌感覚だったり風の向きだったり今の経験上こっちから風が吹いて翌日にこの空の色になってるとあの辺に雲が大体湧いてきて雨が降ってたなとか大体そんな感覚を持ってると思うんだ土地なりのね。 そういったものだって機械化してあげた上でじゃあ雨が降ったらどうするのっていうのを考えるのは人間だよねまだね例えばこの前大島で大変な災害があったよねああいう時にシステムとしてじゃあ今から大雨がそっち降るぞっていう情報は流していたでちょっと不幸なことにあのファックスが取られなくて伝わなかったってことあったけどもし取ったとしても夜中だよね 大雨が降ってる中でおじいちゃんおばあちゃん歩かせて避難所に行かせていいだろうかって言って町長さん迷ってたよね。そこを最後決断していく、判断していくっていうのはやっぱり人間の仕事になっていくと思う。だからそういった最後の決断判断、総合力で考えるということは人間になっていくだろうし。あともう一つは感性の部分でやっぱり人間しかできないことでもたくさん例えば大田区の方の工場、工場の集まってるとこ行けば何ミクロンって単位で金属加工する工場ってたくさんあるじゃないそういうの知ってるよね。 あれはまだコンピューターでできないところなんです。コンピューターできるようになったとしても、そこに数字を入れたり、コントロールしてあげるのは結局人間が手本を示さないといけないんですよ。アメリカや中国が大量生産でたくさん安くいろんな製品を作ったって言っても、じゃあその金型作ったのどこでしたっけとか、そうやって日本は生き残ってきたよね。同じようにコンピューター化されて、たくさん作れるようになったとしても、でもそこの先にさらに先の世界っのは人間まだ作れるところがあって。そこ 人間はむしろその尖ったところに先端化していくことで価値は出せると思うのね。何回も繰り返しやんなきゃいけないところはコンピューターがもうやってくれるんだから、何回も力で叩かなきゃいけないところを機械がやってくれればいいように、その先の最後を研ぐところ人間がやればいいように、コンピューターで繰り返しやんなきゃいけないところはコンピューターでやってくれればいいの。大量のデータ、今まで流れてくるデータを、ずっと1時間外に立ってたら明日の天気がわかるを、コンピューターが30分計算して出してくれて、そうすれば、 そのデータを見てからちょっと外の空の色見れば天気がかるようになれば風邪ひいてても天気見れるでしょおじいちゃんももうちょっと長く天気見れるかもしれない。で、そうなると、そうやって人を支えていけるようになると思うんですよ。特に私たちがやってる監視のシステムっていうのは社会システムを支える側になってるんで、これは24時間3 6 5日ずっと社会を、ね、見張ってなきゃいけない。社会を見張るというのは変な言い方だな。インフラを社会基盤が止まってない方を見張り続けなきゃいけないんです。 人人間間にさせちちゃうと人間壊れちゃううと壊れんだよねでもそれをコンピューターがやってくれてしっかりしたシステムを作ってそのコンピューターシステムが10年ずっと動いてくれれば人間はアラームが鳴った時だけ対応すればよくなるそうすることでそのさらにクリエイティブな方向に力を避ける社会全体が力を避けるし安全で安心で便利で当たり前だっていう世界を謳歌してさらに新しい文化を作っていけるそれを支えるシステムというのがあるわけだから。そこに そういういシステム作りに私たちは力を使っていけばいいんだと思ってるそういう考え方をしていますありがとうございました大丈夫かなこんな感じでいいのかな<え>どう思った今の話って <laughs> ありがとうございますえっとまあ学科がシステムデザインということもあって、うん、そのというのと私がまあ前期春学期の方で その村上春樹さんが「イエルサレムスピーチで」で「卵と壁」壁っていうそのシステムに人間が使われていてじゃあこの状況って結局シス,テムシステムに人間が殺されてるんじゃないかっていう内容のものをこう英語で読んだりとかあと実際村上春樹さんのこう作品を読んでこう考え深めるみたいなセミナーみたいなのを撮ってたんですけどそこでこうシステムが人を殺すっていうのになんかすごく違和感を覚えたんですよ。 だってシステムって人が作ったものであって、まあ、確かに動いてるのはコンピューターで無機質なものだけどでも裏側には人間がいるんだよっていうのを思ってで,でも一方で自分がこう何かものを作ろうとした時にでもだ誰かが絶対なんかこう傷つくよなってことも思うようになったんで話をさせてもらったんですけど奪うものじゃないんですよねそのシステムだったりソフトウェアだったり人間の技術とか。だからこう 奪うものとしての技術じゃなくて寄り添うような技術っていうのがやっぱり必要かなと思いました確かにあの技術システム作るでもあれシステムから離れていろんな技術でもどっちでも逆に技術っていうのは中立なんだよね奪うように作ることもできるし殺すように作ることも確かにできると思うんですその実際そういった技術そういったシステムってたくさんあるわけで,で最後はやっぱりそれを作らないようにするあるいは人を助ける方向に作ろうって思う んだろう技術倫理って言い方すればいいのかもしれないけどそういうものを持った人っていうのは必ず必要になってくるんだと思うんですよシステムを作る側ねそれを常に持った人がシステムを作るって世界にしていかないと社会にしていかないと心配していることは起きそうだなだからまあちょっとこういう話をさせてもらうチャンスがあったんで今もこんな話をしてるけど皆さん本当物を作る時にはやっぱり今心配してくれたようなことっていうのは どこかで自分がやった仕事が自分が楽しければいいやとか目の前のタスクが終わればいいやじゃなくてその先に何かあるのかな本当にこれで人を幸せにしてるのかなっていうのはちょっと考えてやってくれるようになるとそういう人がずっといろんなシステムやいろんな技術を使っていくとまだ世の中良くなるんじゃないかなって気がするありがとうそういうことを考えてくれているとてのは非常に嬉しいですありがとうございますお話ありがとうございました さっきの話とちょっと関わる部分もあるんですけれど、そのコンピューターとかまあそういうシステムがどれだけ進歩していっても、その人間の感覚でそのじゃないとできないことが残るっていう話がありましたけれど、でもそういうのだと、例えばその今,今以上にそのシステム化が進んだ社会で、そ,のそれでその中でその自分、感覚で何か物事を成し遂げた人っていうのはますます希少になっていくじゃないですか。何かの手違いでそういう人がそのまあ不幸にして、早死にしてしまったりして、そういう技術が 失われるってそうだね失われないような技術を作んなきゃいけないね例えばそこが医療であって人を助けるとかっていうふうなちょっと包括的な話になるかもしれないけどねだから人が貴重になってしまうっていうことはでも人の価値が上がるっていうことだしでそういう人を価値が高ければ目指す人も増えるんじゃないかで大事なのはそういった価値があるっていう人をそういう人がいるっていうことを伝えられる社会伝えるコミュニケーションをしていくっていうことが必要になると思ってて。 例えば私がこういうところでシステムの話をしたら多少はみんなもあのシステム作るってことについて意識してくれるじゃないですかでシステム作るってことは実は社会をさせるに必要なやっぱりある意味では特殊な技術だと思うんですでもそういうことをやる人がいるってことは皆さん分かってもらって価値を感じてもらえば何人かはこの中でシステム作る側に回ってくれてでそうやって少しずつ一人が倒れても別の人がやってくれると別に倒れる気は私もないけどもでそうやって増えていく ことはできると思うんですよね。だから、今心配してくれたことは、そういうことやってる人がいるよっていうのを伝えていく。今度はじゃあ、こっの文献の仕事だよ。メディアとか。うん。そういったところで発信してくれる人も必要なんだと思います。ちょっとコンピュータシステムもかなり離れちゃったけどね。そういう話になるかなと思います。他、ありますでしょうか ですね、あと、とにかくもう一回お話ししたかったのは、コンピューターシステムというのは本当は身近にあるんだよ、どこにでもあるんだよってことを、まあ、最初の方は言いたかったわけですで。そして途中からシステム作りはあなたの特性やスキルが生きる、誰でも活躍できる仕事だったんだよと。でシステム作り会社というのは独自の自由な社風を持った会社がたくさんあるんだよとということで、ぜひ興味を持った人にはやっぱり現場を見てもらったらなという,ふうに思って、こんな話をしてきたわけです。ということで、えーっと、うちの会社はこんな名前ですよってことを最後に。 宣伝入れた上で、えー、プレゼンは以上です。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。<laughs>